どうも、キメちゃんです。ゆっくり霊夢です。デイルさん、他にも悪い記憶があるんですかね。今回のタイトルはシアターか。何が起こるんですかね。The lake is changing my memories. My past is not what it seems to be. I will let the cubes guide me. これは、記憶の改ざんを受け入れてる？受け入れる以外ないとはいえ、危ない雰囲気だね。人が出てくるのも珍しくなくなってきたね。おや、この写真は。手紙の内容からすると、この人は彼女の恋人？やはり、彼女は自ららしてレイクに行ったらしいですね。I just want a drink. 昇進してるね。Give that man a drink. なるほど、そういう謎解きですか。ボッカとオレンジジュースですね。スクリュードライバーは女性が酔いやすいお酒なんだっけ。まあ、このゲームの展開的に読めてましたよね。名前的にね。スライドパズルを解いたらアイテムが出たね。直感的に使い方がわかるアイテムですね。あれは、ミスターオール？Welcome to the theater of your mind. My name is Mr. Owl, and this evening I present to you six plays about the past, the present, and the future. It's showtime. The Lady of the Lake. どなた？いや、口開きすぎじゃない？これは、重さを合わせろと？この世界観にも慣れたもんだね。アイテムを回収して。ノーリアクションになってくるのが怖いね。最初の頃だったら間違いなく騒いでたんですがね。The sign. なるほど、こうして書を進めていくんですね。おや、このマークは。このシリーズでたびたび見てるよね。お、今度はこれを作るんだね。ちょっと。
これを混ぜろと。あ、額縁に何か映ってる。どうにも章の進み具合によって表示されていくようですね。The fish and the parrot. これも直感的にわかるパズルですね。これで3つ目。An intermezzo by Mr. Crow。 これは何でしょう？いろいろ試してみようか。その前にブラッディマリーというお酒のレシピを見つけたので試しますか。なぜデイルさんの中で悪い記憶になっているのか察せましたね。おそらく、ボブさんは拳銃自殺しちゃったんだね。脳の中に彼女がいるのが悲しいですね。これは、頭の中のキューブを集めるのか。これはまだわからないね。先へ進みましょう。いろいろ試した結果、男性の指と電球が連動しているのがわかりました。左から1、2、3だよ。あとは基本的に同じです。Remember the seasons. これは、ボブさんが持っていた写真と同じ？合わせてみようよ。キューブをはめろと？でも、キューブは4個しかないよ。とりあえず、合わせてみますか。特に何も起こりませんね。どうするんだろう？に？もしかして、絵を調べられる？これで、あの扉に入力すれば。脳の一番厳重なところに、悪い記憶があるんですね。トラウマだろうからね。彼女の死因は喉を切られたことでしたか。さすがに目の前で死なれるときついものがあるね。The mill. デイルさん、Are you ready for the final play? His memories belong to the lake now. Extracting them caused a corrupted soul. One of the six stages of the wheel. あの額縁のマークと合わせるんですね。この隣の画面にそれらしき表が。あれ？ケース23で捕まっていた彼でしたか。
これに合わせましょう。Your mind is reaching a higher state of consciousness. You are learning about your past and your future, what you may become. Now, continue your journey.これでいいんでしょうか？なんか、いいように使われてるような気がする。というわけで今回はここまでです。またお会いしましょう。バイバイ。